どうも皆さんこんばんは、夏目さんちのゲンです。夏の暑さに弾けて消えたけん玉のさやです。夏は何だろう。夏の前振りがあってなんでけん玉になるの。熱膨張、熱膨張。ぐちゃぐちゃ。ということで今回ですね、こちらでございます。なんて書いてあるでしょうか。うるせえなもう。そんなことよりですよ、はい、今回白って200色あんねん。聞いたことありますね。聞いたことありますね。なんかいらっしゃいますけどこれ。はい、ということで今回やっていく企画はこちら。ディダン、白200色でお絵かきしてみた。おフォークの反抗期。うわ、腹立つ。スプーンは一体何、どうなってまったの。はい、ということで、いやもうこれはこれはね、結構最近ネットで話題の単語、うん、白って200色あんねん。はい、女優やモデルをやってらっしゃるね、あのアンミカさんが放った一言が、はい、人々を海へと駆り立てたみたいな感じになって白ってそんなあんねんやって白の世界に、はい、みんなを駆り立てたね、とんでもないこうパワーワードなんですけども、はいはい、まあ、そもそもこの白って200色あんねんっていう言葉自体を、まあ、知らないよっていう方もいるとは思うので、うん、はい、ちょっと説明させていただくと、タレントのアンミカさんがですね、ひとし松本の酒のつまみになる話っていう番組内で起きた出来事だったみたいなんですけども、はい、まあ、なんかその番組の企画の中で、うん、鼻につかない程度の自慢話、絶妙なラインのなんかトークをする場面があったみたいで、はい、そこで、うん、アンミカさんは私はどんなものでも小さなものでもいいところを見つけるのが私は好きとおっしゃったんですけど、うん、それに対して間髪入れずも千鳥のノブさんが、はい、そのタオル手元にある、その手元にあるその白いタオル褒めてみてくださいっていうような振りをね、うん、されたところを、白って200色あんねんっていうのを僕たちもその番組のね、うん、リアルタイムでは見てないんですけども、うんうん、ちょっとそのシーンをね見たんですけども、はい、本当にすごいんですよ。ノータイムで言っててすごいよね。このワードがさ、具体的な数字が出てきてすごいと思うっていうのでネットで話題になったと、うん、いうことなんですが、はいはい、僕たちはですね、お絵描きをしてるわけです。普段色にはとてもお世話になるし、うん、絵描きからしたら白ってもう お助けカラーなんですよ。いや、そうですね、白がなかったら何もできないねんっていう、できないねんで絵描きは、はい、っていう話なんで、もちろん僕たちも普段いろんな形で白を使ってるんですけども、うん、白だけで描いてみる。200色もあればね、200色もあればね、いっぱいあるよ白、いくらでも描けるんじゃないかとか思いつつ、先日だってコピックで358色使って絵描きましたからね、はい、ありましたけど、グレーケートだけで40色あんねんっていう話だった。そういうところもありつつ、はい、まあ、やっぱりなんかこう白だけで、以前ね僕たち赤い画材だけでお絵描き、緑の画材だけでお絵描きっていう動画ね、こちらやらせていただいたんですけど、はい、それの白バージョンと言ってもいいでしょう。おー、そうだから今から僕たちは、はい、まあ、何をするかというと、僕はデジタル iPad を使って200色ちゃんとカラーチャートというか、うんうん、カラーコードをちゃんと指定して白200色を、まあ、集めてみようと思います。はい、でさやさんは、はい、200色明確にはできないと思うんだけど、うん、いろんなアナログ画材から白っぽい色を引っ張ったり白っぽい色を作ってみたりしてください。はい、お互いそれでアナログ VS デジタルで白だけで、はい、白だけでお絵かき対決やっていこうと思います。震える。ちなみにカタツムリって何種類いるか知ってますか。知りませんけど、カタツムリって800種類あんねん。何そのさやめも。このためだけに調べてきましたね。やってきます。うぜっていうことで、ネットでね、調べてたら、なんかすごいゲーム出てきちゃって、つもいよろずさんっていう方がね、制作されてる、ホワイト200っていう。はい、白200色の中から、うん、この白を見つけろみたいな、とんでもないゲームが。とんでもないよ。ちょっと試しに、ね、お絵描きする前にちょっとやらせていただければと思って、はい、見てください、はい。この白を探せ。うわ、これみんな見える？待って、この白を探せ。ちょっとカラーコードの F6FCFF の青。うん、待って待って、どれ待って待って待って。わかんない、待って。これか。これさっき選んだの。これさっき選んだの。これ、うわぁ、待って。これ。あぁ、嬉しい。やべ、70秒もかかった。
熱っ。これチュートリアルらしいですね。説明。僕もさやも、うんうん、このぐらいのチュートリアルぐらいの範囲を、白と呼ばせていただいて絵を描こうかなとかも思ったりするんだけど、どうなんでしょう、それは。まあいいんじゃない、なんか別の色と並べた時に白に見えたらいい。そうだね。なんか黄色がかった白とか。はい、うん、まあ、青の中にいたらお前白だよね、みたいな、うん。っていうものを全て使って、プラスただ本当に純然たる白も交えながら、この白を200色というところで絵を描いていったらどうなるのかという、やってみたいと思います。さあ、では早速ですね、やっていきたいと思うんですが。いや、集めてきましたよ。はい、はいはい。アナログ白画材。お、マジですか。じゃあ僕の方も、僕の方が先にちょっと簡単に見せられるので、うんうん、一応なんですけど、はい、こちらに先ほどのホワイト200から、おそらくこれが200色あるので、こちらをお借りしました。おー。はい、白によった、いろんな白ですね、うんうん、これは。このぐらいの色数でやっていければと思います。おー。いや、さやさんも、はい、アナログ画材面白いですよ。いや、まず、アクリル絵の具部門。はいはい、ででん。こちら、リキテックス、はい、チタニウムホワイト、ね、ホワイトですね。いわゆる、一番よく使うやつですね。うん、で、こちら、ジンクホワイト。で、こちらは、パールホワイトですね。うん、ちょっと、キュッとしてるんだよね。うん、実際見ないとわからないタイプの、あ、そうそうそう、きらめきがちょっと入ってる絵の具ですね。うん、で、あと、こちら、パステルですね。パステルのホワイト。うん、これは全然普通に白だね。うん、これは普通にチョークだね。うん、で、こっちが、水彩絵の具の白のチャイニーズホワイトです。はいはいはい、で、あとは色鉛筆部門、こちら。はい。ででん、ででん。こちらステッドラー。で、まあ、この辺は。我々がよく使っている色鉛筆の中から、たっぷりと。ゴロ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 。あとは、ちょっとこれでパステルカラーのこの色を用意したので、はいはいはい、で、これにちょっと白を。これちょっとこのままだと、そう、ちょっと濃いので。色濃すぎるのでね。うん。ちょっと白を混ぜながら、こうちょっと変化をつけていこうと思って。なるほどね。はい。さやさん大好きなラベンダー。あとこれだ、先日のたくさん色が入ってる色鉛筆から、はい、ホワイトよりよりみんな大好きポスカ、はい、ポスカ、はい、ポスカちゃんとさやさん大好き立川のピュアホワイト、はい、ホワイトね、あとこれか、あ、そうです、はい、アクリリックインク、アクリリックインク、ね、まあほぼ一緒ですねこの辺はね、うん、まあ、この辺を使いながら、はい、なるほどね、はい、でちょっと皆さんにご容赦願いたいのがさやさん、はい、黒のご用紙を使わせていただく、なるほどね、はい、まあ、確かにそしたら白だけで描いてることには変わりはないな、うん、ちょっとここはちょっと工夫してごめんね。ってことはゲンさんもレイヤーの重ね方は自在という、通常に戻した時に白になってたら OK、 なるほどね、はい、まあまあまあ、別の色になってなければ、じゃあいきますか、制限時間は1時間ぐらいでいきますか、参ります、よーい、スタート。じゃあ皆さん下書きはシャーペン許したってくださいね。どこから行こうかと思うんですけど、まずはこう、うん、淡い目の色を使いたいね、ちゃんと、あ、ごめんなさい、あとね、皆さん今作業中の画面があんまり見えてないと思うんですけど、画面収録してます、で、画面収録がうまくいってなかったら僕の画面は全く見えないということになるんですが、まあ大丈夫です、それ白の醍醐味だから、そう、みんな見えると思って来てない、確かにね、うん、だって白200色って、だって白言うたって、お白で追いかけて見えないやんっていう気持ちで来てるわけだから、そんな小バカにした感じで来てるもうちょっとみんなアカデミックな気持ちで来てると思う、嘘っていう人が、白の実力とやらをっていう、ちょっとなんかあの人入ってないか、どの人、あのツトムの人だよ、ツトムの人って何、アムロじゃねえの、アムロの人だ、なんだツトムってちなみに白200色といえど200色の中から自由にやっていいということで、うん、全色使いますということではないので、あらかじめそちらはご了承ください、あ、ご了承してください、はい、まあ、そもそもサイさん200色揃ってないしね、そうですね、うん、まあ、でもさ、うん、どうしたらいいんだろうこの後、何が、お風呂洗って洗濯物回してくれたらそれでいいよ、その家事の話じゃないよ気にしてねえよ今別にそこは、どうする、お天気良すぎてさ、バスマット焦げるんじゃないの、何心配してんの、なんか心配になってきた、マジレス、お前ほんとだ、ゲンさんからマジレスもらって嬉しくなっちゃった、それでは一曲歌います、さやで津軽海峡冬景色、なんでね上野初の夜行列車降りた時からマリオ降りてたさやちゃんクイズ出そうかな、何のクイズがあるんですか、ディコン、これに正解したあなたは北海道旅行2年3ヶ月分をプレゼント、それはもう出張の駅なんだよ単身赴任なんだよそれいや、すみません、なんすか、今攻撃の A のボイスが出てしまいましたじゃあ、さやさん攻撃 B のボイスでお願いしますはっはっ、じゃあ C ではっはっ、違うやつじゃねえか絶対違うキャラじゃん、皆さん、さっき僕はですね、はい、俺はどうしても線画を入れないと地獄だと、いや、そうよ、気づいてしまいました、もうこれはやります、もう除外というレイヤーがあるんですけど、除外するとなんとびっくり、不思議なことにね、いや、すごいよね、なんどういうことってなるよね、黒が出てくるんですね、
はい、ごめんなさいね、本当にこれは本当にね、へりくつなんですけど黒が出てくるんですよね。レイヤー上で見てみると分かりやすいんだけど、あ、白だね、白いんですよこれ、うん、なんかね、このレイヤー効果っていうのはいろいろありまして、白をまあ反転してるみたいなイメージで思っていただければ、うん、はい。でも僕はこれを使わずにね乗り切りたかった、本来は行けるかなと思ってたんだけどやっぱ行けなかったわ。まあでも言うて1時間って言ったらあと39分しかないんで、やばお急ぎでやっていきましょう。これね、先生何書いてると思う？ゲンさん、お化け、ブブー、すごい今のやりとりやり直したいぐらいすごい変なこと言ったの、浅いオブザイヤーなこと言ったなんだお化けかわいいめちゃめちゃかわいい、小学生になっちゃった。お化け、ゲンさんすごい初めての返事の仕方されたんだけど返事じゃねえよ今そんな返事あるかしらと思って、うん、怒りそうになっちゃったよ。ダイナミックすぎるでしょその返事、うん、この子はねクラゲちゃんなんだよ。真っ暗な海で出会ったクラゲちゃんっていう設定、多分そこには竜宮城があって乙姫様はクラゲだったの。乙姫様なんだこれ、うん、違うクラゲ、何回設定がとても深海だからね、うん、何回言ってんの、誰が悪いんだろうこれ。夏だけどなんか寒いな、夏なのにな。今ひんやりしたところで書、はい、いてきますよ、サクサク。なんか手足が冷たくて、ね、ちょっとね気まずくなったんでねはい、ではね書いていくんですが、はい、いやこれは楽しい縛りですよ。いやね、うん、楽しかった、まあ、なんか僕平屈大合戦みたいな感じで、はい、一級さん追いかけ対決みたいになってるんですけど、スーパー一級さんですよこれは、はい、いやお前なんでこれ後で説明するんですけど、なんでお前この色出てんねんみたいな話はあるんで、いやそうちょびっくりするよね、はい、みんなね、ちょっと面白いね急にね、はい、こうね、いやね、白と言ってもさ、はいはい、やっぱさこう色をこう、そうなんですよ、ね、並べるとあやっぱ違うなっていうのが見えて、全然色が変わってくる、うん、そう僕なんかよく見ると分かると思うんですが、皆さんこれレイヤーをなんかいじってる形跡がね、はい、ありますが、さあどうなるんでしょうか。これはね、はい、みんなゲンさんの説明を聞いてあげて、もうさやさんもニヤニヤが止まらないわよへりくつ、はい、でもさやの方もかなりこうアナログのいい味が出ながら、うん、全部白で仕上がってますね、はい、画材の差が楽しい追いかけでしたね。さあ果たして一休さん、さあということで1時間ちょいで、はい、はい、やってみました、白200色安寧お絵描き対決、はい、せーのドン、うおー、まあ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 、なんか思ったようなものはできたような気がする。いやそうね、いやでもなんか生産的には白の中でもちょっと黄みがかったとかちょっとピンクみたいなやつ、はいはいはい、そうねそういうジャンルをねさえも使って今、はい、それをちょっとアクセント的にこう髪の毛に使ったり、はいはいはい、まあ、でもなんかすごいあれだねやっぱ、うん、一色というか同系統だから当然まとまりは、いやそうだ ね、 ね、はい、これは深海に住むクラゲちゃんっていうイメージです。かわいい、はい、でなんかこの髪とこう水彩の感じがね、うん、なんか白水彩と黒画用紙のなんか恋始まっちゃって、はいはいはい、ちょっともうこっちはどうしたらいいのかなみたいな気持ちになったんだけど、何でしょう、矢印ましたいやいい感じになりました、はい、はい、いや可愛いですね、いやゲンさんのすごすぎ、これうちこれさちょっと逆にね分かってる、多分ね何名かこのタイトルを見てきた方は、はい、ざけんなよって言ってる人がいると思うのも分かってるんだけど、僕に石を投げる前に一回ちょっと構えるのやめてほしい一回待って一回待って一回、なんで黒使っとんねんって話なんですけど、レイヤーを見てください、いわゆる白200色の中にいた薄い色しかない、もう神に誓って言うけど僕はね白系統しか使ってないですからね。これが、はい、デジタルイラストの、まあ、面白いところというか、うん、まあ、当たり前のことなんですけど、そうだね、絵描いてる人からすりゃ当たり前だろうって言われちゃうかもしれないんですけど、うん、まあ、このレイヤーっていう機能はいろいろ重ねていくことによって変わっていくと、今使ってるのがこの焼き込みリニアってやつと、うん、それプラスですよ、うん、後ろのじゃあ反転した白と黒線は何やねんっていう話なんです、まあ、この黒の謎はですね、除外というレイヤーを使って、はい、皆さんもお手持ち の、 スマホとかがあれば、うん、レイヤー重ねて除外ってやってみてほしいんだけど、色がこう反転したような感じのね、いうものになるんですよ、はい、それをちょっと逆手にとって白いペン入れを除外レイヤーを使うことによって黒いペン入れをしているように見える、え、だけど面白いよね、白しか使ってないのね、だけどこう画面上では白しか使ってない、いや面白い、だからこれはデジタルで絵描かれる方だったら、うん、まあ、分かる、みんな誰でも使える機能ってことね、だけど、うん、一休さんみたいなことしちゃってごめんなさいねっていう多分結果的にこの橋渡るべからずみたいな白以外使うべからずって言われてんのに、うん、でも今レイヤー使っちゃダメって言ってませんでしたよねみたいな、すげえ腹立つ感じになってなんですけど、いやでもそれはね、まあまあまあ、全然いいと思うまあこれはだからイラストとしてはどっちも闇っぽいんだけど、うんうん、まあ、なんか内面の自分外面の自分みたいな、なんで珍しくちょっとね抽象的なテーマで今回描きました。あー、いいですね、こっちが、うん、
外面っすよ。外面ちゃん。はい。よそ行きのもういろいろゴテゴテついて。あー、そういうね。そう。まあなんか自分だ、なんか自分の中のこうさ、鬱屈したものとか抑え込まれてるものとか。でもそれとしっかり対照的に繋がってるのはほんのりピンクがかった、まだ希望のある自分ですよ。そんな深いテーマなのに私クラゲちゃんとか書いちゃったんですけど。いや僕もあれですけど、ね、書きながら考えただけですけどね。いやでもこれやっぱね、今回白200色だけでお絵描きやってみましたが、はい、皆さんもあの色選ぶの迷ったら、うん、これに限らず、まあ、3色マーカーチャレンジとかもさ、やる、そうだ ねやったりするじゃないですか、うんうん、まあ、ああいうのも、色が制限されてる方が実は難しそうで、うん、実は簡単かもしれない。いや、そう、思う。あの、色選んでる時間が一番長かったりするし。だから、うん、まずはこれで、色制限してやるっていうのは、いい方法なの。いい方法かもしれない。知れません。あ、ピカピカする。本当だ、もうほんとすげえ。そうで、パールホワイト使ってるからピカピカするよ。え、すごい。わかる？みんな、ほら。全然わかんねえ。ですの、ちょっとピカー。多分カメラだとわかんないけど、すごいテカテカして綺麗。そう、テカってすんのよ。へぇー。でも今回の動画なんかさ、うん、なんか縛りって感じじゃなかったの？なんか、あのそう、優しい山賊に捕まった気持ち。あの姫様拷問の時間ですぐらい。ああ、それぐらいの感じ。非常に楽しく描かせていただきました。皆さんもぜひ、はい、白200色お絵描き対決。はい、白お絵描き、はい。やってみてはいかがでしょうか。はい、それでは、源さん、この後、あの北海道の旅に出かけていただきますので。はい、生きてたの、それ。2年3ヶ月。2年3ヶ月、北海道の旅。はい。はい、行ってらっしゃい。どういう動画なの？次回から始まるからね、北海道編。夏目さんち北海道編始まります。